つなぐと走った、つなぐとジャンプした。不思議な生き物ノードンたちをつなげるだけでゲームプログラミング。任天堂の開発室から生まれたナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング。ゲームを遊ぶのは楽しいけど作るのだって楽しい。本作はナビに従ってレッスンを受けることでゲームプログラミングが誰でも簡単に楽しめるソフト。プログラミングを手助けしてくれるのがこのノードンたち。Nintendo Switchの中に暮らしているこの不思議な生き物はそれぞれが違った役目を持っていて、大きさを決めて配置したりノードン同士をつなげて組み合わせることでゲームをプログラミングすることができる。例えばスティックノードンと人ノードンをつなげてスティック操作で動かせるようにする。モノノードンの形を変えて配置して足場を作る。人ノードンにゲーム画面ノードンをつなげて画面がついていくようにする。こんな風にノードンを配置してつなげて組み合わせていくことでこんなにいろんなゲームが作れちゃう。え、作れる気がしない？そこでこちら、対戦型の鬼ごっこ、シューティング、 3D アクションなどゲームのプログラミングを体験できる7つのレッスンをご用意。レッスンごとに用意されたステップを順番に進めてゲームの完成を目指す。レッスンの様子をちょっと見てみよう。こんな風に何をどうするかを具体的に指示してくれるのでナビに従ってノードンを配置しつないでいけば誰でもゲームの完成までたどり着ける。レッスンを進めていくと個性豊かなノードンたちが次々に登場。ノードンが増えればプログラミングできることもどんどん増えていく。またレッスンとレッスンの合間にはチェックポイントで腕試し。レッスンを通じてどれくらいプログラミング力が上がったかノードンを使ったパズルを解いてチェック。レッスンでゲームの仕組みが分かったらフリープログラミングで自由にゲームを作ってみよう。いろんなノードンを使ってみたり BGM を自分で設定して雰囲気を変えてみたり絵を描いてキャラクターに使ったり背景に使ったり頭の中に思い描いた自分だけのゲームをプログラミング。アイデア次第でこんなゲームやこんなゲームまで作れる。作ったゲームはローカル通信を使って近くの人に送ることができる。インターネットで公開することも可能。ゲームの ID を公開すれば世界中の人に遊んでもらえるかも。任天堂の開発室から生まれたナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング。パッケージ版にはノードンの機能や使い方をいつでも確認できるノードン振り返りカードが付いている。市販の USB マウスにも対応。